はい。では、今日は生理学のホルモンの範囲ですね。内分泌をしていきます。で、今日やる範囲は、性ホルモンなので、男性ホルモンと女性ホルモンとやっていくんですが、タイトルにも書いてあるみたいに、まずは名前を覚えてください。生理学の場合は、 作用がメインになってるんですが、どんな働きするのっていうのがですね、生理学メインなんですが、この性ホルモンに関しては、名前がですね、カタカナっていうのがですね、ホルモンの場合は多いんですけども、この性ホルモン、特にですね、カタカナの名前がいっぱい出てきますので、ぜひ名前から覚えるようにしてください。はい。ということで、性ホルモンですね。コレステロールから形成されるステロイドホルモンです。 ホルモンの種類はですね、3種類あって、ペプチド、ステロイド、あとはアミン類というね、3つなんですけども、そのうちの性ホルモンについては、ステロイドホルモンにあたります。ちなみに、性ホルモンはステロイドホルモンですから、男性ホルモンも女性ホルモンもステロイドホルモンです。さあ、ステロイドホルモンと言われると、性ホルモン以外に何というホルモンが ステロイドホルモンでしたかね？というのをですね。覚えてたら最高です。はい。副腎。皮質ホルモンがステロイドホルモンですね。はい、これもねおさらいをしておいてください。はい、ではですね。まず一つ目清掃ですね。男性ホルモンアンドロジェンを分泌しています。清掃から分泌される主なアンドロジェンはテストステロンである。 というふうにね、書かれてます。アンドロジェンっていうのがですね、男性ホルモンの話ですが、副腎アンドロジェンっていうふうに言うホルモンもありましたよね。これもね、覚えるようにしておいてください。で、一番目、テストステロン。ね。生細管の雷磁比細胞、関節細胞から分泌されますよ。雷磁比、雷ィ比とも言ったりしますけども、これがね、テストステロンが出ます。という状態。 で、このテストステロンですけども、普通にね、一般的に出ていれば、分泌されていれば問題ないんですけども、不眠症とかでですね、サイクルが崩れる時があるんですよね。で、その崩れてしまうと、男性でもですね、男性更年期っていうのにもなったりしますので、結構ですね、生活リズムとかが、この性ホルモンについては大事だったりします。 はい。ではですね、生理作用ですね。標的器官は全身です。作用は体の男性化の作用があります。という状態ですね。では、下に行きますね。はい。で、作用の続きですが、セルトリ細胞に作用して、生死の形成を促進します。セルトリ細胞に作用して、生死の形成ね。 さっきは、雷磁気細胞からテストセロンが出ます。これがですね、間違いやすいので、まず、カタカナね、覚えるようにしてください。はい、続きです。男性内生食器、前立腺とか性能の発達の促進機能維持。男性の第二次成長の発現促進。あとは、筋肉及び骨機質のタンパク質の合成ですよね。 性欲更新、成分化、なんていうものがありますけども、なので、副腎アンドロジェンのところでも出てきたんですけども、筋肉をですね、発達させたりとか、このタンパク合成に、この男性ホルモンっていうのが役に立ちますっていうのはね、えー、知っておいてもらえたらいいかなというふうに思います。で、分泌調節は、雷耳キ細胞の場合は、LH によってテストステロンの分泌が促進される セルトリ細胞は FSH によって刺激されます。LH, FSH っていうふうに書いてますけども、これ、日本語名ちゃんと覚えてますかってやつですね。LH は黄体形成ホルモン。FSH は卵胞刺激ホルモンですよね。出てくるのはどこから出てくるのっていうのは、下垂体の全容から出ますよ。 っていうのがね、えー、とっても大事になっています。あとはですね、まあ、あの、余談ですけども、国家試験でですね、インヒビンっていうのが出たことあります。インヒビンですね。これはですね、セルトリ細胞から分泌されるものなんですが、下垂体に作用してですね、FSH の酸性とか分泌を抑制するっていうホルモンです。まあね、 イン、ヒ、ビンっていう名前ぐらいは知っといてもいいかなというふうに思います。ということで、えー、男性ホルモンでした。まずね、間違いやすいのは、テストステロンが大事期細胞から出ること。で、セルトリ細胞っていうのもあるよっていうのね、覚えておいてください。はい。ではですね、次、女性ホルモンに行きましょう。はい。では、女性ホルモンですね。2番目、卵巣軟胞ホルモンと黄体ホルモンを分泌しますよ。 南胞ホルモンにはエストラジオール、エストロン、エストリオールがあり、最も作用が強いのがエストラジオール、最も弱いのがエストリオールですよ。っていうのはね、えー、これ覚えておいてください。ちなみにどれぐらい違うのっていうのは、エストラジオールが1だとしたら、エストロンっていうのが、えー、エストラジオールの2分の1ぐらいです。 で、エストリオールっていうのが10分の1ぐっていうね、えー、強さで言われています。そこまでね、覚える必要はないですけども、卵胞ホルモンには名前がいっぱいありますよっていうのはね、まず覚えておいてください。はい。で、その続きですね。卵胞ホルモン、エストロジェンっていうふうに言いますけども、生理的作用として、標的器官は全身です。で、体の女性化作用がありますよ。 先ほどね、テストステロンの場合は男性化でしたけども、女性ホルモンなので当然女性化させますよというやつですね。で、細かく見ていくと、卵胞の発達促進、卵管の運動促進、子宮粘膜、あとは膣上皮の飛行の促進、乳腺の発達促進、あとは女性の第二次成長の発現促進、性欲行進みたいな。 はい。漢字に書かれています。さっきのね、あの、テストステロンの、まあ、男性版みたいなね、えー、漢字に思ってもらえたらいいかなというふうに思います。改めて覚えなくても、卵胞の発育促進とかはわかるとは思いますので、えー、覚えられないなっていうところだけ中心に覚えてもらえたら結構です。はい。ではですね、もう一つの方ですね。応対ホルムいきますね。 はい。ではですね、応体ホルモンですね。プロジェステロン。えー、丸一番、生理作用ですけども、これも同じく、標的期間は全身に行きます。はい。で、えー、受精卵の着床を容易にすること。あとは、妊娠の維持。子宮粘膜の線分泌の方針。乳腺発達促進。排卵抑制。体温上昇。ここら辺は、とっても有名。 あとはですね、カルシウムを蓄える作用とかもありますので、このですね、大体ホルモンとかが出なくなったりすると骨がスカスカになるっていう病気になりますよ。よくご存知ですよね。はい。で、えー、体温上昇っていうのがありますので、ここら辺はですね、えー、とっても有名になってます。体温のところでもね、生理学で出てきますので、ぜひ覚えてください。はい。で、えー、調節は分泌調節として、 卵胞ホルモンは LH, FSH によって分泌が促進されます。丸2番、胞体ホルモンは LH、胞体形成ホルモンによって分泌が促進されますよ。というのがね、えー、ここまでの話です。今ね、プリント2枚分がですね、この性ホルモン、男性ホルモンと女性ホルモンなんですけれども、範囲はですね、ホルモンで言うとこれだけなんですよね。ただですね、結構 他ののところにリンクしているのが多いです特に女性ホルモンの場合は、性周期がですね、とっても大事になってきますので、今のうちにタイトルにもありましたけど、名前をですね、ぜひ覚えてください。応対ホルモンって言われると、ストロジェンだっけプロジェステロンだっけとかですね、こういうのがまず間違わないことが大前提で大事です。 なので、名前から覚えてもらって、あとはですね、えー、そこから先につながったらいいかなというふうに思いますので、今日は、とりあえず、名前だけ覚えてください。はい。生理学とかもね、えー、ここら辺の範囲に関しては、解剖学とリンクしたりします。えー、例えば、先ほどの男性ホルモンがどこから出てんのっていうのは、精細管の雷時引です。じゃあ、 制裁官、どこにあるのっていうのは、清掃の中の制裁管です。制裁官って、極制裁官と直制裁官。曲がってるのと、まっすぐなのがありますけど、どっちって言われたら、これ、曲がってる方の制裁官からっていう。 いうのがありますので、まあ、いろんなところを覚えなくちゃいけないですけども、今回は何回もしつこく言いますが、名前、カタカナを覚えてください。はい、ということで、今日はこれで終わりです。またねバイバイ